こんばんは、7月6日午後7時になりました、第245回ですか、しゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけれども、7月にしてはちょっと涼しかったですかね。私も今日長袖着てたんですけども、まあちょうどよかったというかね、でした。先ほど仕事から帰って夕刊見たんですけれども、残念でした。夕刊にね、大きく出てましたね、なでしこ2連覇ならずね、アメリカに2対5健闘を及ばずというようなことでね、2011年ドイツ大会に続く2連覇ならず準優勝ということが出てました。まあ準優勝ってのはね、世界で第2位ですからね、これは素晴らしいことですね、見習わなきゃいけないと思っております。ということで、いつもの通り、生放送でお送りしております。今日のゲストですけれども、豊坂保育園の園長先生、今井先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井園長先生は今年から就任された。はい、そうです。今まではどちらにお勤めだったんですか。はい、長野消防局に38年ほど勤務しておりました。はい、38年ですか。あ、素晴らしい。じゃあもう全てもう大ベテラン。いや、ベテランと言いますかね、まあ、ご存知のようにですね、消防局、消防署はですね、救急消防救助というのが主に、ありますけれども、やっぱり救急隊、はい、消防隊、こう移動あって。そうですね、そうですね、救急隊が13年ですね、あと消防隊が19年、それからあと予防の関係、はい、司令室もいなかったですか。司令室も1年間入った、はい、素晴らしいですよ、ね、司令室は私もね、前見学させていただいたんですがね、素晴らしい、ですか。で、まあそういうことなんですけども、その消防署においでになって、なんかこうすごい、怖いとか、なんか嫌なっていうか、その怖い危険なってことあったんですか。そうですね、38年間の間に、はい、まあ、火災現場なんかはね、本当にもう本当に、どんどん消防隊が周りから、消火しながら、最終的には中に入ってくるということがあって、とても怖い思い、建物が、ね、崩れてきたりとかっていうことがありましたけども、まあ、今そうですね、記憶に残ってるのは、夜ですね、夜中にですね、冬の冬なんですけども、道路から車が転落してですね、約100メートルぐらいのところにですね、怪我をした人が、そこに、まあ、放り出されているということで、それを救助に、その方を救助に行ったことがありました。怖かったでしょう。そうですね、まだ雪がありましたしね、そうですね、斜面がですね、約70度近くの傾斜がありましてね。70度じゃ、90度でちょっと、本当にね、ちょっと足を滑らせるともうずっとこう止められない状況でしたね。はい、そこは隊員がですね、こう協力しながら、こうロープと、担架をこう結んでですね、木にそのロープを縛り付けて、そこをこう伝えながらですね、でロープが一番伸びるとまたそこで木を縛り直して、今度また次の木へってことでこう下ってきました。で、まあ、とにかく土地勘がないところですからね、本当にまあ怖い思いしましたけども、なんとかですね、現場まで行くことができました。本当にもう自分の転落ももちろんさることながらですね、その隊員がですね、本当にまだ入ったばっかの若い隊員がいましてですね、その隊員をもう本当にもう、転落したらもうね、命がないということで、もうそれでもう本当に不安でもういっぱいでしたね。そうですね、救急隊の皆さん、私もね、消防署の方とね、お知り合いの方をいらしてね、お聞きしたんですけども、その本当に死と背中合わせだっておっしゃってましたよ。で、まあ、地突き山の地滑りであって、老人ホームが流されたじゃないですか。あの時もね、その救助に行った方がね、これ崩れてくる、その老人ホームに入って、でもう助け出さなきゃいけないと、でもいつ死ぬか分からない、
で隊員に命令した時にはもう本当に生きた心地しなかったって言ってましたね。そうですね、当時はあの建物がまだずっと土砂と一緒に動いてましたからね、その中に入っていったんですよ、ね、途中にした時はね、もう本当にね、身振り震えだって言ってましたよ。あとね、もう一人の方がね、あの新潟の、 あの中越地震、あの時に、ね、あの救助に行ったんですよ、その時にですね、あの余震ですかね、余震がね、ちょうどそこに現場が見えて橋を渡ってたと、その時にちょうど震度いくつかの5だか6だか の大地震が来てね、橋がね、すげえ揺れて、あで、あのこう街灯っていうんですか、あの、あれがね、メトロノームのようにね、揺れて、こう揺れてね、橋もガタガタして、あっ、これで自分もこれ終わりだと、ね、でね、奥さんとか、ね、子供さん、思い出したと言ってました。あ、そういうの本当にその時もね、おっしゃってましたがね、死と本当に背中合わせだとおっしゃってました ね、あ、私が言っちゃいけないんですよね、でもね、やっぱりあの自分の命ももちろんね、大事ですけど、本当に助けを求めてる ね人がいるんで、もうなんとかね、その場も行ったんですけども、まあ、残念ながらね、その怪我をされた人をね、担架であの下の方に沢筋の方まで、救助して救急車に収容したんですけども、まあ、あの隊員はね、なんとか、無事だったんですけども、残念ながら怪我をした人の命はね、あの二度と帰ることがなくて、本当に辛い、残念な思いです。辛いですよね、ちょっとね、はい、そうですか、いや本当にあのね、今日は消防のお話で終わっちゃうといけないんですが、はい、園長先生にね、今年からなられたっていうことなんですけども、園長先生になられてどうですか、園長先生は消防署の方、お仕事と全く違う、もちろん違うんですけど ね、どうですか、園長先生のお仕事は。はい、今まではね、やっぱりあの災害、関係でしたのでね、常にあの緊張状態になりましたけれども、まあ、今はあの保育園ということで、もう子どもたちの元気いっぱいなあの、姿にですね、パワーをいただいてますね。違う意味でそのちょっとあれじゃないですか、あの緊張感あるんじゃないですか、小さい子供さんがね、いらっしゃるので。そうですね、あのでもね、子供たちめちゃくちゃ元気ですね。あ、もう朝来たってもうすぐもうパワー全開でそれこそねもういろんな遊びを考えたりしてですね、もう本当にあの保育室と言わず、廊下と言わず、もう外と言わず、もう這いずり回ってですね、遊んでますね。はい、そうですか、やっぱり、職員というか先生方も、ね、若い先生方で、そうですね、まだ違う意味で、もう今まではね、本当に消防はもうほとんど男性の職場でしたからね、はい、で今度はもう女性ばかりで、ね、本当にあの、もうそれもですね、私の本当にあの、子供のようなね、あの若い保育士さんとかで、あの、やっぱり緊張しますね。ですよね、もちろんそうですよね、気を使いますよ、はい、子供さん、園児の皆さんはどれぐらい、何人ぐらいいらっしゃるんですか、はい、今ですね、32人いますね。お、はい、小さい、まだあのおっぱい飲むような子供さんから、そうですね、あの一応うちの保育園は1歳からということになってまして、今0歳はいないんですが、あ、そうなんですか、1歳、2歳で、8人お、それから3歳が、5人、あ、12人ですね、それから年中というあの4歳が、5人、それから6歳、まあ、小学校の入る前なんですが、この子どもたちが7人、合計32人です、はい、そうなんですか。で、その先生方っていうのはどのぐらい、何たくさん、あの職員はですね、主に7人の職員と、その他にですね、あの早朝ですとかね、それから夕方にあのやっぱりあの子どもさん時差出勤、を見ていただける、あの保育士とかね、あとその給食を保育園でやってるんですけども、その給食を手伝っていただけるあの、調理師の皆さんとか、そういった方が10数人、あ、そんなにいらっしゃる、へえ、はい、それはすごいですね。それの先生方っていうか職員の皆さんはそれぞれライセンス持っていらっしゃる。そうですね、あの それぞれ持ってますね、保育士とか調理師とかね、はい、じゃあですね、その皆さんライセンス持ってね、いらして本当にプロの集まりですね。そうです、もう素晴らしいですよ、もう子供は大好きな先生きりだしね、もう本当に子供たちとこうなんていうんですかね、一体となってね、子どもたちを支えたり、もうそれこそ本当にあの、なんていうんですかね、自分の子どものようなこう感じでですね、子どもを接してますね。
はい、そうですか、あ、先ほどちょっと忘れちゃったんですけどね、はい、こちらに場所もね、保育園の場所をこちらに、ね、はい、さっき説明するの忘れちゃった、場所は、こちらですかね。そうですね、まあ、あの町代の町の、まあ、南側になるんですけれども、まあ、そこにあの、水上山という、ね、ありますね、はい、あの山が有名な山があるんですけれども、そのさらに南側というか、本当に、山の、地蔵峠という、ね、あの上田の方に抜ける道があるんですけど、はい、その途中といいますかね、上り口にあるあの明徳寺っていう、ここね、カエル合戦で有名な明徳寺がある、はい、そうですね、その下ですか。明徳寺っていうのはここにありますけれども、カエル合戦で有名な、そうですよね、はい、なるほどね、はい、それでね、いい環境が、いい素晴らしい環境で、今のお話のその素晴らしいライセンス持った先生方の中で子どもたちは本当に幸せですね。そうですね、本当にこの自然を利用してですね、伸び伸びとやってますね、はい、で何かこの伸び伸びと生活してるんですけど、なんか独特じゃない、特徴あるなんか指導っていうか、そうですね、やっぱりあのその自然を生かしたっていうことでね、うん、あのやはりあのこの地区は豊坂地区はあの農家が多いもんですから、はあ、畑とかね、田んぼがたくさんあるんですけれども、うん、その、畑をお借りしてですね、うん、さつまいも、今年5月13日に植えましたけれども、70本植えたりとかですね、でそのまたさつまいもを秋にというかね、あ、夏に終わりですかね、あの収穫をしてまた焼き芋大会をやったり、それからやっぱりあの農家の、畑の中でよもぎを、あの園児というのはですね、積んできてですね、それはあのよもぎ団子を作って、食べたりとか、あと川もあるんですね、で川もありますので川に入って水遊びをしたり、魚を捕まえたり、サワガニを見つけたりとかやってますね。いや本当、はい、大自然の中で生活して、そうですね、はい、遠足も行きますしね、はい、遠足行かないってそこらがもう遠足そうですねあのもうね、周りがもう自然大自然なんで、はい、で今そのよもぎは山に入ってますけど、さつまいもとかっていうのはあれですか、あの保育園のすぐそばにあるんですか。そうですね、それでも園児が歩くとそうですね、15分か20分ぐらいかかりますかね。はい、なるほどね、そういうところでこう大自然の中で素晴らしいですね、そうですね、はい、あと園長先生になって、そのなんかこうやっとこうあのこうしようなんていうのはあるんですか、その、目標っていうか、まあ、子供さんを安全にすくすくと伸ばせるってことですか。そうですね、もう子供、そうですね、今あの、うん、子供がとても少なくなってますのでね、うん、この大事な子供、大切な子供たちをね、本当になんとか本当にこう、うん、保育園にいるとき目いっぱいこうなんていうんですかね、こう支えたり、してですね、こう、抱きしめて、うん、抱きしめて本当にもう子供たち一体になったっていうんでしょうかね、子供たちの心の中に入ってくるように、したいなというふうに思ってますね、はい、まあね、今さあの園長先生はまあそういうようなお考えでね、こう目標を持っていらして、あと父兄って言いますか、保護者の方には何かあれですか、こうしてもらいたいとか何かあるんですか。そうですね、私もね、子供、うん、あの2人かつてまあ育てたんですけれども、まあ、あの当時は私もそうだったんですけどね、本当にあの、勤めていた中でね、子供子育てやってますので、もう時間がないもんですからね、もう常にこう早くしなさいとか、もうあれはいけないこれはいけないとかってね、こう親が選んでしまったりとかっていうことで、今とても反省してるんですけどもそうなんですか、あのやはり今のお父さんお母さん方もですね、やっぱりあの初めての経験をしてるわけですから ね、うん、そ, うですね、でその中でそうですよね、で、まあ、あのお父さんお母さんも勤めたりしてる中でね、時間ない中で子供を育ててますので、やっぱり私と同じような、傾向があるんじゃないかなと思うんですけどもね、あの、まあ、お父さんお母さん方にね、あのぜひ、まあ、そういうゆとりのない時間の中でもですね、なんとかその子供と接する時間を多く取っていただいてね、本当に一緒にいる時にはもう抱きしめたり、もう本当にしてですね、こうコミュニケーションを取ったり、スキンシップを買ったりしてですね、子供をと本当に大事にしてほしいと思います。はい、やっぱりそこは経験から、そうですね、まあ、経験したから言えるんですけど ね、 あ、なるほどね、はい、そうですか、
いや、もうね、時間もだいぶ過ぎちゃって申し訳ないんですけども、なんか体をだいぶ鍛えてるらしいじゃないですか。いやいや、とんでもないですね。やっぱり消防署にいらしたから、こう体が資本というところでそうですね、うん、まあ、トレッキングやったり、うん、登山をやったりね、してるんですけど、まあ、ここ最近どうもね、なかなか忙しくて行けないことが多いんですけども、はい、できるだけ体はもう使っていて、エレベーターとか、できるだけ使わないように階段を使ったりして歩いたりしてますね、はい、よく言う、若者には負けんぞと、はい、そうですねいや、体が資本ですからね、自分の、そうですね、自分の体ですから ね、はい、そうですか、まあ、時間も、ね、なくなっちゃった、一言だけちょっと皆さんにね、松鶴の皆さんに、それから世界に発信してるんですけども、何か一言だけありますかね、もう時間もなくて申し訳ないんですけど、そうですね、やっぱりさっきも言った通り、大切な今のね、この子どもたち、これからの、日本、世界を、ね、ちょっと立つ子どもたちをですね、本当に保護者の、まあ、もちろん、保育園、幼稚園とかね、それから地域全体でですね、この子どもたちを大切に、本当にこう、なんていうんですかね、目いっぱい、精いっぱいね、支えながら育っていければと思ってます。わかりました。はい、皆さん、今日は本当にお忙しい中、本当に、ね、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。いや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 、宮本さん久しぶりで、はい、ご無沙汰してます。はい、宣伝マンでやってまいりました。今日お知らせに来てくれた、はい、いやー、ありがとうございます。で、何をお知らせしてるんですか。まずこれなんですけれども、はいはい、はいはいはい、この辺でいいですかね、うん、はい、日にちがですね、いつだっけ、7月の12日、来週の、あ、来週ですね、はい、日曜日なんですけども、はい、松城の文化ホールで、うん、アンサンブル、ビボーチェさんによるコンサートがあるんですね。この皆さんボランティアグループで、いろんな、歌を歌う活動をされてるんですが、うん、実は岩手県の震災のあった岩手県の大槌町の皆さんともつながっていて、うん、岩手県の支援をいっぱいされてたんですよ。で、今回はそ の、 ご縁で、うん、大槌町 の、 そのやっぱり、なんここに書いてある、うん、コーラスのフレンズの皆さんがわざわざ来て一緒に岩手県から、はい、わあ、すごい。で、西田さんも出る。いや、私はちょっと音痴だしね、はい、出ないんですけどね、はい、そんなコンサートが一つあるので、はい、ぜひね、やっぱり私たち忘れてはいけないっていうね、うん、ありますよね、震災を ね、 ね、はい、またここに来ていただいて思い出していただければと思います、うん、はい、もう一つあるんですか。これはですね、はい、これは松戸地区社協さんから、うん、アロマオイルで安心安全生活を楽しもうっていう、もうあさってですよ、あさって8日水曜日、はい、それは何をするんですか。ですね、はい、まあ、アロマオイルって結構ね、こう、よく聞いたことありますけどね、はい、アロマってこうね、匂いでハーブで気持ちが良くなったりするっていうので、まあ、それで汗も用のスプレーとか、うん、なんかクールスプレーだから、うん、夏ヒヤッとするスプレーをこう作ったりして、作る、はい、虫除けスプレーもなんか作りますって書いてありますね。いいですね、いいですね、はい、じゃあ私も行きたいと思います。はい、ぜひ、はい、虫除け、どんな虫でしょうか。ひどいこと言ってますね、はい、私が自分が虫だからダメって言ってます。なるほど、ひどいですね、はい、じゃあ、はい、今度はこれなんですけれども、ひどいですね、はいはい、これはですね、はい、まあ、地域の中にいろんなね、人と人がつながる居場所をね、作ろうというふうにやっている町の縁側の、皆さんが、
イベントを今度されるんです、はい、実は私もそのメンバーなんですけど、こちらは出る、はい、はい、まあ、第4回町の縁側学会ということで、うん、あの松代町はね、学会って言ってもね、学ぶ会じゃないんですよ、楽しい会なんです。あ、ほら見て見て、ほらそうやって書いてるでしょ、ほらほらほら、あ、ね、ここに、うん、町の縁側学会、学会ってどっかにあるんですけど、はい、はい、で、それをね、はい、ここに書いてあった縁側学会ね、はい、楽しい会で、で、はい、なんとこれをね、寺町商家でやるんです。 あそこの蔵でちょっとみんなでね、バイオリンとフルートの生演奏が、うん、いいですね、はい、あって、はい、で、まあ、松の縁側をね、全国に世界に広めている NPO 法人の遠藤康弘先生が来て、はい、絵本を中心として町育てについて語ってくれるという、バイオリンとフルート付きで、素晴らしいイベントが、はい、たくさんありますね、ありますね、はい、それだけ松代はいい場所もあるということで、はい、活動者も多いし、はい、大注目ですね、ぜひね、はい、ぜひ、7月26日日曜日、はい、10時からです。はい、ぜひお越しください、はい、お願いします。はい、はい、ということで、はい、来週の予定は、来週の予定は私じゃなくて、はい、じゃんじゃんじゃん、はい、はい、来週の予定をお願いします、はい、来週、はい、第246回しゃべくり松代、はい、7月13日は、また、宮坂さんのパーソナリティですけど、私じゃよろしくお願いします。なんで、これ、これあの、なんかテーマ勝者なんですけど、ほら宮坂さんにこう、ね、紹介してもらおうと思って、あのね、ダメなんですよ、噛むなって言われてね、噛んじゃったんですよ、それを楽しみにしたんです、あ、そうみんなね、私が噛むとね、楽しみでね、喜んでるんですよ、勝者性、はい、ね、それでちょっと、はい、あのどんな感じの勝者性ってのいや、噛むでしょ、噛む噛む、ね、はい、のね、この照射性っていうのはどんな感じの、ね、あの一軒一軒のね、小さい、はい、あの一般家庭のようなあの家がね、いくつもあるんですよ、はい、で、あの庭も作ってありましてね、はい、それであのあれ年齢によってね、何歳の子供、何歳の子供、まあ小学生、中学生かな、この一軒家みたいなのがありましてね、本当にあの家庭的な雰囲気のいいところですよ。あ、そうですか、それであの今まで家賃あったんですけども、今度はあそこどこになるの、柳町になるんですか、地籍は。田中ですかね、あそこら辺はね、ええ、私もね、先日お伺い、田中、流れか、流れですかね、かお伺いしたんですけども、はい、素晴らしい、いい環境ですよ、緑、もうね、周り中緑でね、なんか2カ所ぐらい分かれてるとか、いくつも分かれてますよ。あ、そうですか、ええ、だいぶ敷地も広いんじゃないですかね。そうですか、ええ、はい、こちらの方でね、はい、あの向こうにはあの新宿移転したんでね、はい、その話などはあの、寮長先生をお迎えしてね、お話を伺おうと思ってます、はい、その寮長先生の、はい、娘さんが何か先ほど酒井さん、はい、のお話によると、スノーボード、オリンピックの選手でスノーボードに出たことがあるというような話をしましたけど、またじゃあ、はい、寮長さんの山岡元さんですね、はい、予定しております、はい、それでは最後にね、はい、娘さんの話なども聞ければね、楽しいですよ ね、 すね、はい、ということで、皆さんお楽しみに、日本さんが喜んでますよ、はい、そうですね、はい、ということで、そういうことで、はい、今日はね、だいぶ長くなっちゃったですね、はい、次週よろしくお願いします、ということで、来週の喋りますけど、どうぞ、はい、楽しみに、楽しみに。